ジャパニミスター。もう鍵を手に入れた。これ疑いすぎか。天井が崩れていて通れそうになる。学校の机みたいなものが見える。何この音。回帰してみる。あ、誰かいる。おお。え、なんだか嫌な予感がする。はい。でもさ、嫌な予感してもさ、結局行かなきゃいけないんでしょ。すげえゾクッとした。何今の。回帰を見なければ大丈夫なの。おお、やべえやつだよ。何これ。かなり、なんだろう、あのエレベーターになんかいた、すげえ一番やばいみたいなやつらの類のような、ちょっと似てたよね。なんかエレベーターでさ食われたやつと。おお、連絡するの鍵する。おお、いいじゃん。お、このん、何か紙に書いてある。振り向いてはダメ、この廊下に入ってから何か気配がする、振り返らずに急ぎましょう。そんなこと言われちゃったらさ、置いていてあげられそうにな。中は空き家、よく見えない。怖いよ怖いよ。何かあったのだろうか。あ、怖いよ怖いよ。ちょっとさ、セーフポイント結構前だったからさ、前でもないかな。ちょっとあれ、え、あやってしまった。あ、え、あ、え、誰だ。ポニーテールだ。ここも。めっちゃいたじゃん。なんだ今の。こっから先へは行くな的なあれか。怖だからあれ。こうなんかつい振り向いちゃう仕掛けがしてあんだよな。危ない。怖い。どこどこ、いつまでいつまでいつまで振り向いちゃう。あ、誰だ。かわいいぞ。誰、あの子を止めてほしい。君なの。私たちの声をあの子へ伝えることができるはず。進藤美雪。これ進藤でいいんだろうか。私の友達。私たちの記憶を探して駅のホームにいる。どうする。たまになんか様子が変な。ああ、みなちゃんには見えてないんだ。みんなに見えないものが見える。敷島敷さん残した。目の前に同じくらいの。いやー、かわいいな、みなっちゃんは。こんなところで嘘つくのは正解でもないでしょって。変なことが起きてるんだし。いやー、いいね、この二人ね。この現象の根源を断つことでここから出られるかもしれない。目の前に女の子を探してほしい。進藤美雪。
新藤美由紀、その名前が書かれた落書きあった、うん、その人がこの事件の原因、まあ、この事件って結構なんかそのもうなんか怪異が怪異を呼んでみたいな、もうごちゃごちゃになってるから原因って分かんないけどね、だんまり黙っててもいいことない、うん、探してみますかね。怖いな音が。あ、1万線に雪が到着します。え、何何、はは、別の列車のホームがある。放送はこの奥から聞こえる。いやー、ここからすぐに離れない。これなんかさ、電車が、電車来そう、電車死ぬ、え、なんか幽霊列車みたいなのがゴーみたいな。1番線ホーム、大江線2番街、喫煙所。うわ怖い、これ会議室見たらダメなパターン、これ見るけど、はあ、はあ、そういうことか、はあ、怖、あれか、なんか妙なところで会議室を使うとその場でもう逃げる間もなく死んじゃうみたいな感じか。ここ嫌な予感がしない？どっちだろう、あの会議室でウェーンって顔のパターンか、それともあの包丁持ったやつが来るパターンか。はっ、何何これ、何こいつ、 目を合わせたらいけない気がするけど、え、何こいつ、ちょちょちょ、え、何こいつ、首だけの頭の模型が置かれてある。ああ、びっくりした。びっくりしたよ。今よくしなかったな、俺。大丈夫？二人とも。怖。このなんか。オカルト要素が強くまとまりのない雑誌が置いてある。激ヤバ幻の都市伝説、恐怖、闇男。場所、都内某所地下鉄。人気の少ない終電の時間帯、薄暗い地下鉄を歩いている君たちを要注意。闇男が音もなく現れたらすぐにその場を離れよう。男に捕まったのは跡形もなく消えてしまうと言われており、近年では目の前で人が消されたという目撃情報も。だが男に捕まった後発見されたという話もある。1年後の同じ場所で男に消された人間が現れたとか、階層で壁を取り壊す際に消えた人間の死体が出てきたとか。闇男に捕まったものはどこに消されるのか、全ては謎に包まれている。いや、あれ闇男っていうのか、あれ男だったか。ヘアカット朝日、なんか入りたくないけど、入りたくないけど入ろうかな。なんか、うわー、いそう、なんか絶対いそう、なんか絶対ある、絶対やばい。なんかシザーマンみたいなやつ出てくるんじゃないの。重量感のある小さな金庫置いてある。式の仕切られたページに置いてある。うん。式島式のし。これを見ているということは私の式を見つけて公明文。この先で私の慎重にし。やだ怖いよ、もうすごいゾッとするよ。何これ。てかさ、さっきさ、もう積みじゃなかった？積みだったよね。
まあ一応会議士はしてなかったけど、なんともない。これいけない。え、これもう積み、完全積み、完全に積み、完全に積み、すげえすげえ周りをまとわりついたけど、あいや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 、積み積みなの、やだよ。あ、痛い痛い痛い。あ、なんだ、どうした。お、なになになに、何する。おお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 、いいじゃんいいじゃん、管理倉庫の鍵手に入れた。はい、いやー、なるほどね。ああ、よかった、スルーしなくて。そうだな。このここはなんだ。お、机が何もない部屋。そんなことはない。あ、なんかここにいそうな予感がするぞ、なんかが。一応回帰し、あ、やっぱあった、セーブできんじゃん。そしてなんかいる、不安な顔で棚を見て、見つかんないから大丈夫かな的な。見つけたぜ、表紙が黒く塗りつぶされた本が落ちてる。黒い本、もうここから出たくない。あの黒い化け物にみんな消されてしまった。なんで自分がこんな目に。黒く塗りつぶされていて読めない。みんな小泉に消された。あー怖い。黒い本手に入れた。改札口の鍵手に入れた。つぼ押しで遮られている。あー、奥の壁には描かれた不気味の顔のようなものが見える。あれ闇男、あれが闇男。なんであんな不気味な絵を描けるかね。正気のない顔の人々が立っている。闇男に消された人々。だからみんななんか頭身がバラバラだけど若干。いやから抜け出すことができた。あ、今のさ、夢爆人形さ、あれじゃん、あの車椅子の子が助けてくれたんじゃない、今もしかして。ありがとう、恩返ししてくれたってこと。